テナガエビですか。テナガエビ。うん。結構釣れてる。あ、そうなんだ。こんにちは。お、すげえ。テナガエビって季節的にはいつぐらいがいいんですか。6月。これからなんですか。梅雨時期。食べるんじゃなくて何かの餌にするんですか。いや、食べるんじゃない。俺は食わないから。あ、そうなんですか。マモラが好きだから。へえ。すごい美味しいと思う。あ、本当手長いんですね、本当。オスはね。あ、オスが手長いんですね。そう。へえ。メスは卵を持ってくからね。ああ。噛まれちゃうとかそういうのないですよね。噛まれないよ。あの、手長エビのオスには噛まれるよ。痛いですか結構。痛くない。ガリガリとかタッチがあんだから痛くはないね。じゃあ失礼します。ちょっとじゃあ、お、元気、早い。早いですね。うん、指だからね。師匠、ちょっと掴んでください。ビビったら掴まないね。へぇー。これがテナガエビのオス。うん。美味しそう、美味しそう。やっぱ天ぷらが一番美味しいです。いや、天ぷらじゃない、素揚げ。あ、素揚げか。素揚げで塩、素揚げで塩、あの、藻塩かなんか、はい、それをパッと振って、へぇー、一番うまいみたいよ。で、あの、手間でカラッカラに揚げると、はい、手間で食えるから。ほぉー、 手がうまいんだ。手がうまいんじゃない。カリ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 してうまいって言うから。へぇー、これがメス。ほぉー、あ、本当だ、ちょっと卵ついてますね。うんうん、へぇ、どっちが美味しいですか、ミスソースじゃ。あ、もうそのままうまいっつうよ。へぇ、釣れればいいけどね。来た、変な魚か、ちょっとエビか、うん、おー、エビだ、すごい。ちょっとあのナボハゼみたいなの買っちゃうんだね。いや、今でもかかるよ。かかるよね。うん、ただ、アガムシとかなんかだとかかるだけ。オスですね。ブルーギルとかも買っちゃう。いや、ブルーギルはあんまり今いなくなったから。あ、そうなんですか。うん、今、ナマズの方が多いから。すげえ。アメリカのアマゾンがいっぱいいたら、それに食われちゃった。アメリカのアマゾンブルギル食っちゃったんですね。うん、食っちゃってるね。あとはエビも食ってるしね。これ餌は何ですか。赤虫なんですか。これは乾燥ミミズ。乾燥ミミズ。乾燥糸ミミズって言うんです。それを水でと、水で戻して。ちょっと寝るんですか。そう、少し寝らないと。寝るっていうか、戻してやる感じ。使ってる人も結構多いですね。うん、アガムシの方が楽は楽だから。ただアガムシの場合は時間を置かねえと、あの、話しちゃうから。みんなこれどっち。昔はじゃない、イカを細く切ってつけた時釣れた。いや、今釣れない。釣れない。かまぼこも釣れないよ。かまぼこもいいっていう話だけど。やっぱこういう道具が売ってるんですね。売ってる。エビ用の竿なんて1000円くらいだよ。あ、そうですか。ほんで仕掛けも買っても餌買っても2000円あったら踊り食うんじゃない。はあ。それは竿を高いやつ買いは別だろうけど、うん、俺ら竿を作るから。あ、作るんですか。作るってこういうふうにする。短くする。ああ、短くして、短くして、でくっつけて取ってんところ作って。長い竿必要ないから。ああ、ただ針は棚子針じゃないと。棚子針。棚子針なんですね。どういう仕掛けなんですか、仕掛けは。もうオーソドックスな。うん、そう。重りがあって、針があって。あ、ここにこう。重りが動くようにしないと。誘導式なんだ。うん。で、棚取って。あ、浮きの棚はあんまり取ってないから。取ってないですね。だから浮きがむむっちゃうでしょ。ずっと入ったの。入ってる浮きが動いたらって感じ。そう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 。はあ、そういうことか。あの浮きが引けばずっと下がるし。水面じゃなくて。うん、浮くし。
浮かしてやる人もいるけどね、浮きを見て釣りやる人はいるから、ただ俺らはそんな面倒くせえことやんねえだけで、じゃねえと深さをそのちょっとそのちょっと合わせたから面倒くせえから。勉強になりますね。ここでやってる深さとここでやってる深さとそこでやってる深さは全然違う。あ、結構プルプルプルって引くんですね。でかい時はもっとかく。あ、そうなんですか。誘導式の理由は何かあるんですか。重りはそのままだけど糸だけがこう引っ張られたら、そういうことか。ストーギーがこう動くから誘導しないと重りを重り串引っ張っていかないとあだりが出ないから、はい、それでは今度はあだりが取りに行く。ある程度釣っちゃうともういなくなっちゃう。うん、あ、夜とか結構くっついてるしね、これ端っこにね。端にくっついてる。夜じゃなくてもついてるよ、今でも。いっぱいいるでしょ。あ、本当だ、いる。いるいる。すげえ、いっぱいいる。こういう影のところに結構集まるんですか。そうなんだ、影だから。はぁ、もう釣るときはこの3分の3が忙しくてやってられない。あ、そうなんですか。いや、なんか僕のイメージだとザリガニ釣りみたいなイメージだったんですよ。こう、ハサミで掴んでそれを引き上げると思ってたんですよ。違うんですね。口に食ってんの。食ってんですね、ちゃんと。だからタナゴ針って小さい針を使う。あー、すごい面白いな。絡みつけてるんだな。その注射器もまたいいですね、年季が入って。100円で売ってるでしょ。100円で子供用のおもちゃや。その頭を切っちゃう。あ、面白い。あ、ちゃんとこれ数も数えてるんですね、今73。昨日が100、その前に102、おお、101。この道糸は何号ぐらいなんですか。道糸は俺は 1.0 かな。 1.0 から 1.2 ぐらい。ハリソーだってこんなハリソーは 0.35 だもん。引き上げるときはゆっくりゆっくり引き上げるんですね。振ってれば上がってきたけど、はい、振ってねえとやってみもいいから、とかハサミで持ってるだけでもいいから、当たると竿にぐずぐずくから。何時からやってるんですか、朝は。朝は5時半頃。5時半頃から、うん、早朝がやっぱり釣れますか。いっぱい。本当は夕方。あ、夕方なんだ。夕涼みって夜に入る、だから4時頃、はい、4時頃からがいいんだよね。4時頃からが。エビが動き出すのそっからだから。昼間動いてるのは小さなやつだけだから、餌を見て来てるだけだから。ここに行くとどうしても大タナゴが多いからね。うーん、あとはバラタナゴでしょ、いんのが。バラタナゴ、うん、綺麗だけどね。うーん、ブラックバスはあんま釣れないかもね。今もブラックバスはほとんど釣れないね。あ、よっぽど運よく釣れる時もあるけど、今ワカサギがいないから。あ、北浦行かないとこれって。うん、まだ北浦の方が期待度はあんだろうね。うん。続いてそういう泳いでの釣れかというとなかなか釣れないですね。うん、小さいのがやっぱこうつついてるんですかね。小さいのもかかんないことはねえんだけどね。うまくかかんねえんだよ。なまり何個ぐらいなんですかこれ。0.2。0.2。本当にもう3分経たないぐらいで交換しちゃうぐらいですね、ペース的には。うん、昔霞でペヘレイとか釣るって今いない。今全然いなくなっちゃったんです。まあここで釣れるのは半島棒釣って、あのザプトンみたいな魚がかかるけどね。あとは白蓮、あとは青。青、うん、ナマズが出てから取れなくなったよ。うん、ナマズ全部枯れてたんですね。うん、だいたいナマズが今食うのにワカサギがいないから。うん、こういうエビだなんか食ってるから。ありがとうございました。いえいえ、すいません、ありがとうございます。